優勝戦2号艇の船岡陽一郎選手ですよろしくお願いしますよろしくお願いします準優勝戦は2コースからコンマ08のスタート差しての1着で優勝戦に勝ち上がってこられました今節はオール3連隊なんですが足の方はいかがでしたかああ、もう全体的に かなり癒ししていると思いますはい。この手にされた12号機は前節山市哲也選手が優勝されたエンジンなんですが全県、はい、日からもうゆったりとなさってましたねはいもう何もしてませんはい。今回は気温が上がった中だったので全県日ほとんどの選手がプロペラを叩いていたんですがプロペラのゲージを作っておられましたはいもういいプロペラだなと思ったんではい その体感をそのまま信じてと、はい、はい。この12号機は2月にご自身も乗っていらっしゃったんですが、はい、その時と比べてどうですかあ、その時よりも全然力強いですはい。この気温が上がった中だとパワー差がかなり際立ちますが、はい、この5日目も良かったようですねあ、もうバッチリやってました 特徴を言っていただくと、どこがいいですか。全体的にいいんですけど、はい、特にもう周り足が多分全全体より抜けていいと思います。はい、はい、回ってかすっと出ていきますもんね。はい、はい。優勝戦の枠は準優と同じ二枠ということになりました。はい、楽しみのある枠ではありますね。そうですね。はい。では、今回はノータッチで来られたということですが、優勝戦もこのまま。あ、もう触りません。このままか触,触らず、レースに集中と。はい。 はいわかりました今年はこれが4回目の輸出となります前回の優勝は2015年の6月のガマゴーリです優勝戦向けての一言お願いしますはい久しぶりに優勝したいんで頑張ります